これから語られるのは規則の話です。しかしその前に一つ質問に答えてほしい。あなたは神の存在を信じていますか？あなたは神の存在をどう理解していますか？あの疎遠で機械な意志はあらゆるものを理解し支配している。しかしそれならなぜ誰もその姿を見たことがないのでしょう？今日私たちはその答えを見つけ出さなければなりません。キアナ、早く起きてください、キアナ。私はどこにいるの？今のはブローニャの声？ブローニャはなんで天命本部に来たのかな？私、夢でも見てるのかな？でもその前に私は天命の訓練場に到着したばかりのはずだよね。勝手に寝ちゃって明晰夢まで見てるのかな？でも悪くないね。こういう不便さも久しぶりだと結構新鮮だから。そうだよね。自分から目覚めることができないなら周りを見てみよう。もしかしたら面白い記憶が出てくるかも。楽勝です。やっぱりブローニャの声だ。聞き間違いじゃなかったね。そんなに不安定なんだ。でもあんなに明るい感じのブローニャが私の夢の中に出てくるなんて少し意外かも。おかしい。どうして四季の律者の夢を見てるんだろう。そうですね、ケビン。私たちは結局違う道を歩いてきました。友か敵か選びなさい。
やっぱり前と同じなんだね。まずい。やっぱりうまく使えません。ブローニャ？ブローニャ、どこにいるの？まさか、これはそもそも。やっぱりこれは夢じゃなかったけど、どうして？律者の力が自由に使えない。大丈夫ですか、キアナ？うん、ブローニャのおかげだよ。でも、一体どういうことなの？あの怪物は。漁師の影です。そしてここは、紛れもなく漁師の海です。漁師の海？つまり、私がさっき見たのは。おそらく世界の泡の間に散らばっている投影でしょう。でも漁師の海に入るなんて、一眠りでできるような簡単なことじゃないよね。ここに来る前、私は天命の訓練場にいたはずなのに。そうだ、あの時私は着いたばかりのデュランダルに挨拶してたんだっけ。やっぱり適応具合によるのかもしれません。ブローニャに至っては意識がある状態でここに来ました。あの時予兆もなく空間に波動が生まれたんです。なので今いるここが何らかの大規模な現像の中だという可能性も完全には否定できません。それって大巨山で四季の律者と遭遇した時みたいな？ええ、でも少しデタラメなその状況を除けば、残るのは何らかの力が空間と対象の制限を無視し
相手を強制的に移動させ漁師の海に封印したという可能性だけです。それに比べたら現像の方がまだ気分がいいかもしれません。もしそういった複数人を強制移動させる手段が本当に存在するならきっとブローニャたちだけに使われることはないはずですから。それはさておき、ここはブローニャが開演の目に入った時とは微妙に違うとはいえ目立ったほころびはないようです。なのでもしここが現像だとしたら漁師の海をよく知ってる誰かがここを作ったということになります。そっか、でもその微妙な違いって何？ここは理論上はほとんど発生しない特殊な状況に陥っているようです。なんて言えばいいのでしょう。そうですね、今ブローニャたちがいる漁師の海に属する空間は征服されたものと言えるかもしれません。原理はまだわかりませんが、とある世界の泡が境界を破ってこの海域を自身の衛星または付属ユニットにしたようです。そんなことありえるの？普通はありえません。ですが、いえ、とにかくここを出てみないと、いくら推測しても意味はないと思います。これもブローニャたちがここを出なければならない理由の一つですね。倒しても倒しきれないみたいだね。ブローニャ、どうすればいいの？ブローニャは先ほどの方法で火力支援し道を開きます。キアナはその方向へ行き突破してください。分かった。重力制圧開始。この方向は何か特別なところでもあるの？ブローニャたちの存在に気づくまで漁師の影はずっと特定の方向に向かっていました。まるで兵力を集結させているみたいに。それってブローニャが話してた漁師の海の征服と関係あるの？わかりませんが怪しいと思います。けどブローニャもリツシャの力を使えないの？漁師の海にいる時の副作用とかじゃないよね？はい、それはもう一つの説明がつかないことです。おそらく相手の目的は、いえ、証拠も不十分ですし判断するには時期尚早です。ブローニャが心配している方向へと向かってないことを願っています。奴ら空間を攻撃してる？やっぱりこういった征服にも相当な代価が必要なようですね。この漁師の影たちは征服を行ったものではなく、むしろその結果なのでしょう。漁師の海にある一部の空間を世界の泡に入れた時に数えきれないほどの敵もやってきたってことかな。
つまりあそこが開演の目みたいな接続点なんだよね。でもこういった延々と続くような規模を突破するには律者の力を使えない今の状況では少なくともブローニャたち以外の三つ目の力にサポートしてもらう必要がありますね。つまり今は警察に進むべきじゃないかもしれないってこと？私はそんなに理論とかを知ってるわけじゃないけど、向こうの世界の泡が有効的なものだって誰も保証できないんだよね。そうですね。とはいえ、どうしたの、ブローニャ？ここは手分けして行動しましょう。漁師の海に残って影たちと戦い続けるより向こうにある世界の泡に潜むリスクを選んだ方が安全かもしれません。ここでくるくる回っていても誰かの助けを待つだけになってしまいます。ましてやなぜ律者の力が制限されているのかを明らかにするのは無理でしょう。ブローニャは重装ウサギと共に漁師の影を引きつけます。あとはキアナの得意分野ですね。その間を利用してここの空間の壁を壊せばいいの？はい、力任せで構いません。そして新しい道を、もしくはブローニャたちが考えている力を見つけてください。うん、キアナの心配はわかります。ですが重装ウサギのサポートもありますし、ブローニャの方がより多くの時間を稼げます。それにキアナは空の律者の力も持っています。今は制限を受けていますが1は必ず0より大きい、そうですよね。ですからもし担当を交換してしまうとより効率が悪くなります。別にそんなことは考えてないよ、ブローニャ。さっき合流した時もブローニャは新しい戦術を試してたんだよね。無差別な火力を密集させ敵を制圧しつつ仲間を傷つけないようにリアルタイムで正確にコントロールし誘導する。それは断りの律者だけが実現可能な戦術でしょ？それはどうでしょう。しかし重要なのは断りの律者の力は無形のものにも一部は機能するというところです。たとえ全力を発揮できない状況でも。例えば戦術や計略とかにもってこと？そう解釈しても構いません。具体的に言えば精密機器の工場で 3D プリントの技術を使ってコストを削減するという方が近いかもしれませんが。私その方面の知識はわからないや。でも十分に訓練をしていないような状況ではやっぱりリスクがあるんだよね。大丈夫です、相手はキアナですから。ええ、そういうことです。相手はキアナですからうまくできるに決まってます。私も同じだよ。相手はブローニャだから心配してないし。でも本当に戦い始める前にやっぱりどうしても言っておきたいんだ。気をつけてってね。矛盾してるかな？人間は矛盾を抱えている生き物ですからね。
ちろんできるだけ気をつけます。では。急ぎましょう、キアナ。それと、空の律者の力はまだ自由に使えないんですよね。高い場所から落ちた時の着地の姿勢はまだ覚えてますか？高い場所から落ちた時？大丈夫です。初めてではありませんし、少し痛くなるだけです。だよ、ブローニャ。今考えてみれば、やっぱり余計な心配だったね。ブローニャは自分の力を使って着実に一歩ずつ遠くを目指してる。そうだよね。それでこそ断りの律者だもん。私も着実に一歩ずつ任されたことをこなさなきゃ。敵は分かったけど、有効な手段はまだ分からないしね。でも何事も始めが大事。まずはやってみないと。空の律者の力を使わないとやっぱりダメだね。ブローニャの判断は基本的に正しいし、腕力だけでも突破できる可能性はあるけど、今の私の力じゃ何の役にも立たないのかな。こうして盲目的に体力を使っても意味はないし。待って、これは。おかしいな。今現れたものなのかな。それとも私が急に気づけるようになったの。ないよね、キアナのターン。
もちろん、事故なんて決して起きません。庇護を受けた状況で、落下の姿勢という滑稽な理由で足を止めたら、私が語ろうとしている見解もデタラメになりますから。これまでの間、私の手を使ってみて分かったはずです。私が神をどう定義しているか。目では認識できない場所にいる私は全てを知っています。彼女たちの心の声さえも聞くことができます。私は物語の展開を簡単に刺激でき、彼女たちに気づかれず意のままに導くことができます。しかしそれは結果ではなく起因です。人は神を知らない、だからこそそれは神と呼ばれるのです。謎が明らかになった瞬間、神殺しは必ず起きてしまいます。最終的には彼女の目に私たちみんなが担当する役が映るように。しかしそろそろお別れの時間です。ブローニャという名の彼女の仲間が私の助けを必要としているようですからね。やっぱりこっち側も漁師の海なの。でもどちらも大して差がないなら、あの漁師の影たちはどうして攻撃を仕掛けたの？
次は直接会えるんだよね。あれほど意味のない犠牲を出して、ようやく奴らが私が手も足も出ないような存在を召喚したのかと思ったら、確かに手も足も出ない相手だったわね。まさか約束がこんな形で実現するなんて。あの時ペラペラといろんなことを話せると思ってたんだけどな。いざ会ってみると、ただ違う学校に行って半日しか別れてないみたいな感じだね。それなら、ただいま、キアナちゃん。それで、キアナちゃん、私たちはリツちゃんの力を使えない、そういうことなのよね。うん、ブローニャも含めてね。ところで、メイ先輩はやっぱりすごいよ。私だったら、こんな状態であれだけの漁師の影と戦ったら、きっと少しの余裕もないと思う。ああ、それは話すと長くなるの。現実で何も気にせずに戦えるようになったのはつい最近だから。私自身もまさかヨルムガンドで手に入れた5万年を超えた経験が、リツ社の力が制限された状況でこれほどのメリットをくれるとは思わなかったわ。それでブローニャちゃんは？キアナちゃんの話だと彼女も近くにいるのよね。うん、あの怪物たちの攻撃は世界の泡の異常接続と関係があるって私たちはそう思ってたんだけど、まさか。まさか奴らが私に攻撃を仕掛けてたとはね。でもそう考えると、キアナちゃんたちの考えも正しいのかもしれない。とりあえず今は立てるような場所を探しましょう。え？大丈夫。
ここは漁師の海だから、常識では考えられないことが起きても当然よ。私に任せて。キアナちゃん、ちゃんと掴んでてね。さ、次はブローネちゃんを探しましょう。うん、リツシャの力が使えないならきっとブローニャの状況もあまり良くない気がする。そうですね、重曹ウサギにキャッチしてもらおうかずっと考えてました。だって二人とも緊張しているようには少しも見えませんから。久しぶりね、ブローニャちゃん。メイ姉様、メイ姉さん、お久しぶりです。あ、ブローニャ、どうしてここに？わけがわからないまま漁師の影をまいていたら、わけがわからないまま二人の後ろにある空間接続点を発見したんです。わけがわからないまま？はい、なんと言えばいいでしょう。ブローニャは何らかの運命の導きを感じたような気がします。それはともかくとして本題に戻りましょう。メイ姉さんもここにいるということは、ブローニャの推測は正しいと思います。これはリツシャを狙った行動です。もしかしたら他の人もここに閉じ込められてるかもしれません。ええ、そしてその点について私は事情を知ってるの。やはりヨルムンガンダですか？ええ、渡りガラスの話によると、彼らの成婚計画はほぼ成就しているそうよ。え？彼女の話はケビンの言動とも一致してるの。成婚計画の準備をするからヨルムンガンドを出ろと彼に言われたわ。そしてヨルムンガンドを出る途中、私は謎の何かに干渉され意識を失った。意識を失う直前に聞いた言葉に間違いがなければ、おそらく私たちの現状は彼らの幹部ウサギと関係があるはずよ。でもどうやったらこんなことができるのかについては私も知らないわ。それはさておき、ブローニャちゃんの話によると、二人も漁師の海で、あの何とも言えない導きを感じていたの。とても不思議だったわ。それはずっと私をどこかに導こうとしていた。けど、曖昧ではっきりしなかったの。まるで気づかれたくないかのように。邪魔しに来た漁師の影の数が増えてなかったら、おそらく私もその導きに従ったままでいたでしょうね。私たちが感じた存在が同じものかはわからないけど、他に方法がないなら私はやってみようと思うの。二人はどうかしら？というより、その導きに従ったから合流できたのかもしれません。それなら従う価値はあると思います。
それでメイ先輩たちが言ってた導きって一体何なの？正確に言うと、それは人為的に作られた空間のほころびで、特定の経験を持つ者にしか気づけないものって感じかしら。例えばここね。エリシアの癖というより、彼女のように考えてみなかったら、おそらく私もここの異常に気づけなかったでしょうね。エリシアってヨルムンガンドの人？彼女は火を追う十三英傑の一人よ。委員長、それからケビンと共に戦った人、そして最近知り合った友人でもあるの。そしてここはパルドがよく気をつけてた隅っこね。知らない名前ばかりだ。どうやらメイ先輩は新しい友達をたくさん作ったみたいだね。同時に新しい友達をたくさん見送ったわ。おう、ポジティブな意味だから心配しなくても平気よ。うん、だってメイ先輩は今とても充実してるように見えるもん。これは開演の目の前にいた時と同じ感覚です。これは異なる世界の泡をつなぐ隙間でしょう。じゃあ同じように人為的な痕跡があるの？今はまだ判断できませんが、その可能性は高いと思います。すぐに出発してみる？おそらく他に方法はないわね。でも前と比べて今の私たちはより警戒すべきよ。確かに向こうの世界にはブローニャたちでは対応できない不確定要素が存在するかもしれません。ですが、知らない世界と向き合うことに関しては私たちは経験豊富。そうでしょ？知らない世界ね。やっとあの場所から抜け出せた。漁師の海、どうして急にあんな場所に飛ばされたんでしょう。それに
まさかまたあの牧年人のせい？彼女のことなんて知らない。そんなにすごいなら全力をかけなくたっていいのに。まあいいでしょう。彼女は彼女、私は私。まずはこちらの問題をはっきりさせないと。なんといってもここは本物の宇宙。一体誰がこんなとんでもないことを。まさかあの導きは本当は何者かからの助けを求めるメッセージだったの？まあこれ以上考えても仕方がない。どうせ誰も私をどうこうすることはできないし、いろいろ見て回りましょう。力が以前の3割しか残っていない。それにこの感覚、まさか。ありえない。意識の面でこの意識の律者より強い人間がいるとでも？この世界と共に止められたんでしょうか。ついていない人ですね。おそらく彼自身も訳が分からなかったはずです。まあいい、やってみましょう。へえ、あなたって案外年を取ってるんですね。どれどれ。何？こいつの意識空っぽだ。
そんな状況下で最後に感じたのは希望？そんなのありえないでしょう。気でも狂った？そんな自信はどこから湧くの？それとも彼はそもそも普通の人間じゃないとか？心音を受けたり戒律をもらったの？他の場所を見てみましょう。彼以外の生き物の気配も先ほど感じたし。本当にみんなその場で止められたんだ。私がこんな状態じゃなかったら。何？みんなおかしいよ。まさか人類って数万年間おかしなままだとみんなこんな風になるの？そんなの見たことがないし聞いたこともない。違う違う、彼らは具体的な何かを、もしくは具体的な誰かを信じている。ありえないでしょう。死ぬまでそんなに盲信的になるなんて。むしろこの二人の生ける屍は本当におかしくなったと考える方が正しい。理念ならまだしも、誰かを、もしくは何かをそこまで信じているなら。見てあげましょう。おかしい。この近くにいる？しかも、人？相手もここに閉じ込められているなら信じて何になるんです？みんな同じようになるだけでしょ。まさに信じる相手を間違えています。ここまで来たし、ついでに引導を渡してあげてもいいのですが、その前にあなたたちがそれほど信頼する相手の顔を見てみましょう。
それだけ？ただの普通の人間？どうして？いいでしょう。彼らにあなたの醜態を見せてあげます。あなたが彼らの信頼を裏切ったのが悪いんですよ。あなたは？偉大なる式の律者様はこう思ったのです。まあいい、時代遅れの人たちの相手なんてしなくてもいいでしょう。早くこの世界を元に戻して次の世界に行かなければ。そう言って偉大なる彼女は指を鳴らした。意識面での合図とはいえ、すぐにはっきりとした効果があった。そのさっと触れるだけの動きとともに、世界の泡を覆い停滞させていた未知の力はこっそりと消えた。まるで彼女を恐れているようだった。その後、空気、歯車、静寂を保っていたあらゆる要素が再び動き出したのです。でも本当は全然違うんだよね。うるさい。まずは最後まで聞いて。もともとその場から離れようと思ってたけど、まさかあなたたちとばったり会うなんて。怪物が数体いるだけで扉も見つけられないなんておかしいでしょ。あなたも手伝って。ついでに実力の差を見せてあげなくちゃ。
女の話は全てが真実ってわけではないのよね、メイ博士。とにかくあなたたちが来たことによってこの世界の泡に封じられた滅亡寸前の瞬間は息を吹き返した。結果が一致すれば家庭の記録はさほど重要ではないでしょう。いや、気になることが他にもあって、四季の律者、あんたはどうして。全部あの朴念人の潜在意識のせいだ。でもこいつもなかなか変わってる。私が彼女に会ったあの瞬間。まあいい、何でもないよ。細かいことは気にしないで。もっと聞きたいことがあるはずでしょ。それはそうだけど。いいでしょう、四季の律者。あなたに質問するのはやめておくわ。はじめまして、メイ博士。ようやく今、あれらの導きがどこからやってきたのか理解することができたわ。あの漁師の海にはあなたがあらかじめ設定した道しるべがあった。怪物たちの侵入を防ぐため、特定の思考を持つ者だけが気づけるようになってる道しるべが。そしてそれは私と四季の律者の道しるべになった。確信をついた言葉ね。私はこの世界がいつ破滅するかわからない泡だということを知っている。決まった結末から逃れるため、崩壊の影響に対抗することに加えて、私たちは漁師の海にある一部の不確定地帯を世界の泡自体に取り込んだの。私たちはそこに出口を作り、希望を探すために様々な探索機を派遣した。あなたたちが発見した導きもそういったものの一部よ。でも、二つ目の導きも存在してますよね。ええ、でもその暗示は紛れもなく四季の律者の能力よ。でも事実、こんな協力関係を結べたことに私自身も驚いてるわ。違う世界の人、しかも初対面なのに、フワは私の意見通りに力を使ってくれた。それについてはお礼を言わせて。フワ、なん
度も言ったでしょ、そのダサい名前で呼ばないでって。あら、そうだったかしら。いいわ、じゃあ、あなたの好みに合うようにしきちゃんって呼ぶわね。しきちゃん？私は別に好きじゃない。そんな風に自分を呼んだことは一度もありませんよ。さて、話を続けましょう。基本的な状況はもう把握してると思うけど、その上で私のアドバイスのことをみんなはどう思ってるの？話した通り、私がかつてした取引はもう終わってる。当時の双方にとってあれは最後のチャンスだった。しかしブローニャたちがあなたを信用できない原因はその取引にあります。先ほどの話によると、自分が世界の泡にいると気づいたあなたは固有世界の火を追う蛾の後継者、つまりヨルムンガンドが出した条件を飲みました。世界の泡を保管してもらう代わりにそれを道具として使わせたのです。そう理解してもらっても構わないわ。でもそれなら理解できない部分をもう少し詳しく説明してほしい。そんなに厳しい条件を飲むなんて、あなたやあなたの率いる人々にとってどれだけのメリットがあったというの？時間よ。どんな難題にも解決策があると私はそう信じてる。でもあの時私は何一つ答えを見つけられずにいた。取引に応じたのも彼らの計画が成就するまでの間、すでに寿命が尽きたこの世界の泡を保つことで運命の演繹を行うための時間を確保したかったから。たとえ拘束された状態で考えることになっても、あなたが率いた人々が生きる屍になっても、チャンスがないより全然マシよ。そうでしょ。当時彼らは全員この提案に同意してくれたわ。もちろんそれが正常な状況で下した判断じゃないことは分かってる。それなら死んだ方がマシだってそう思われるかもしれない。だけどあなたたちは否定できないはずよ。私が思考して得た結論はあなたたちを助けることができる。それが私の一方的な意見だと思ってるのなら、ここにいるしきちゃんはあなたたちの知人みたいだし、彼女に私の思考を読んでもらうといいわ。大した演技だ。私が来るまであんな絶望を放っていたくせに。ありのまま話しましょう。彼女は嘘をついていない。待って、だからその呼び方はやめてって言ったでしょ。子供じゃないんですから。じゃあやっぱりふわって呼んだ方がいいかしら。あなた、もう。わかった。それが取引なら、あんたは私たちよりずっとわかってるよね。ヨルムンガンドがここをどんな道具として使うつもりなのかを。追放の地、成婚計画が成就するまで今すぐ完全に消滅させることができない。すでに誕生している律者たちを
ここに封じる。大丈夫、理解できるわ。あなたたちにとってこの変化はあまりにも急なものよね。見知らぬ他人を信じろなんて言わない。でも言わせてもらうと、私を信じることこそがあなたたちに残された唯一の方法だと思うわ。私たちが手を取り合えば、あなたたちはこういう世界に戻れる。それにこの世界の泡も救われるかもしれない。つまりメイ姉さんは彼女のことを知ってるんですか？ええ、世界の泡と固有世界の歴史には多少の違いがあるけど、あれは確かにメイ博士だった。全文明起源の実質的なリーダー、あのケビンさえも従わせる天才。じゃあメイ先輩は彼女を信じていいと思ってるの？人類という視点から考えれば彼女は味方でしょうね。でも知ってる限りでは、彼女の理性は常人が受け入れられる度合いをはるかに超えてるわ。でも今のところ確かに手も足も出ないんだよね。ブローニャはどう思う？まずは彼女のアドバイス通りにしましょう。行動するときは一箇所に集中することを避け、互いにサポートできる余裕を残せばいいと思います。ええ、私も同じ意見よ。けど彼女に聞かなければならないこともあるの。例えばこの世界の泡はどこから来たのかとか、彼女はどうやって成婚計画に関わったのかとかね。そのことに関しては根掘り葉掘り聞くしかなさそうだね。やっぱり納得できないの？あの件に対してそんなに違和感があるのかしら。むしろどう思います？結局のところ私は普通の人間でしかないもの。あんな状況なら絶望して当然でしょ。ましてや私にはそういう相手、もしくは信念がない。存在するだけで何も考えずに希望を持てる相手がね。あなたの存在に気づいてその絶望がすぐに消えた理由については、それがみんなが私の指揮を受け入れる根本的な理由でもあるの。彼らが必要としているのは絶望しないリーダーじゃない、絶望から立ち直れる組織者よ。それを私に話して何の役に立つんです？まさか本当に私を彼女だと思ってるわけじゃないでしょうね。あなたが彼女になる必要はないわ。私はただ自分とある不器用な男との違いを言ってみただけだから。
それってケビンのことですか？他に誰がいるの？先に言っておきますけど、私たちに協力するということは、つまりあのケビンに喧嘩を売るってことですからね。そんなことどうでもいいって言ったら？はい？少なくとも私にとっては、あなたたちが固有世界に戻れるように協力することも耐えられる状況の一つだから。言い換えればケビンなら気にしないはずよ。その点に関しては本当に自信過剰なんですね。ありがとう。外に出たらケビンをボコボコにしますから、楽しみにしていてください。いいわね。あなたに倒されるなんて、ケビンにとってはいい経験になるかもしれないわ。あなたね。まあいいでしょう。もうすぐ死ぬ人間を相手に本気になるなんて、むしろこっちがバカみたいですから。まったく嫌な人ですね。口を挟む隙間が全くないな。けどもうすぐ死ぬってどういう意味だろう。まさかメイ博士は。どう？考えはまとまった？もう一度計画をまとめてもらえるかしら。私たちの知ってる情報はどうしても雑然としてるから。わかったわ。計画の中心となる方針はとても簡単よ。その後何があったとしても、あなたたちの最優先事項は固有世界に戻ること。そして私はこの世界の泡を存続させる方法を見つけるの。それを前提とすると、合理的な解決方法は一つだけ。この世界の泡をもう一度虚数の末梢に接続し、ここの放映を本物の世界にすればいい。かつてデュランダルがしたようにってことかな。それは不可能ではないけど、少し難しいってあなたたちも知ってるよね。もちろん私もあなたたちと出会うまで肝心な起動条件を満たせずにいた。私の疑問はそこにあるの、メイ博士。協力しようと言い出したのはあなただったけど、その計画を聞いて思ったのよ。私たちってあなたにとってそんなに必要なの？偶然にしては出来すぎた展開で思わず疑ってしまうわ。その意見は一理あるわね。この世界の泡を道具にしてもいいと応じたけど、さすがにあなたたちが来ることは予測できなかったわ。だから証明は難しいけど、確かにこれは嬉しい誤算よ。空の律者、それから四季の律者、あなたたちの力は私にとって実用的な役割を持っているから。え？私たちが有する条件を確認するために勝手にいろいろ演繹したの。どうか悪く思わないで。私が前に話してた固有世界と連絡を取るとある方法も実はそうなの。腹を割って話すと、この世界の泡は終焉の律者が本物の世界から剥がした存在。私たちの頭上にあるあの地球もおそらく領域外の飾りね。終焉の律者、実は直接会うこともできるのよ。もちろん残骸でしかないけど。の落ち着いて、百聞は一見にしかず。終焉の律者のことは後で実際に目にした時にまた話しましょう。
とにかく終焉の律者は固有世界を滅ぼした瞬間に私たちを作ったの。それを予見したあのメイ博士はそのまま成婚計画に適した目標を探させた。それってブローニャたちの世界のメイ博士があなたを見つけたということですか？それは違うわ、ブローニャ。成婚計画がこの世界の泡を見つけた時にはもうあのメイ博士は固有世界で亡くなってたから。ただ私は彼女の残影として大半の思想を受け継いでた。だからこそすでに亡くなった彼女と素早く合意することができたの。もっと分かりやすい言い方に変えましょう。当時この消失する寸前の世界の泡で私たちは道具を物色する成婚計画の信号を捕捉したの。簡単な話し合いの後、私たちはその信号に向かって領域を自ら解放し、この世界の泡が最も穏当な形で成婚計画に捕捉、保存されるようにした。つまり、固有世界のケビンや他の人たちは、この世界の泡は道具に適しているという結果を得ただけで、私本人と交流をしたわけじゃないの。それだとむしろ外部の世界とのつながりを持っていないと強調しているように聞こえるわ。でも好奇心旺盛なあなたたちだもの。こうしてはっきりさせた方が私の計画をより信頼できるようになるでしょ。とにかく、私は成婚計画に対する知識を利用し、この世界の泡を道具にさせることで、私たち自身が存続する可能性を手に入れた。その後、残った思考能力で、長い間様々な状況を演繹したけれど、あなたたちの律者の力を借りることで、こちら側の資源消耗を最適化できたの。ついてきて。あちらの景色を目にすれば、私の言いたいことも理解できるはずよ。あなたの役に立てるのは、空の律者と四季の律者です。それはつまり、ブローニャとメイ姉さんは参加しなくても大丈夫ということでしょうか。一時的なものだけど、確かにそうなるわね。じゃあ、少し離れてもいいですか？先ほどメイ姉さんと会った時に、ブローニャと二人で大事な話をしたいと言われましたので。私が？あ、ええ、そうなの。偏りを避けるための言い訳。そうよね。キアナちゃん、私たちの出番はしばらくないみたいだから、ちょっとした用事を済ませてくるわね。安心して、用事が終わったらすぐにみんなと合流するから。用事？いつからそんな。終わったら早く合流してよね。
れは無怪獣？ええ、さっき話した通り、ここでは世界自体が随時消えること以外に崩壊の脅威とも向き合わなければならないの。メインではないけれど、一つの挑戦ではあるわね。やった！この辺に来るとはっきり見えるわね。これが終焉の律者よ。へえ、確かにすごいですね。ただここは世界の泡だから、この残骸に本物の終焉の力はない。とはいえ、もし固有世界の終焉の律者が再び活動し始めたら、残骸もそれから力を得るかもしれないわね。じゃあもし成婚計画が成就したら？あら、知らないの？成婚計画自体、終焉の力が必要なの。でなければ人類はどうやって惑星を再構築できるような力を手に入れるの？それは、とにかくあらゆる力と協力しなければ、この世界の泡は消えていくだけよ。別にそのために嘆く必要はないわ。自分で運命を決められないことこそが漁師の海での常識、幻影の逃げられない運命だから。さて、ネガティブな話はやめましょう。これからポジティブなことをするんだもの。少し歩いただけでしょ。もうすぐ死ぬ人間なんてそういうものなのよ。慣れてもらうしかないわね。そんなことより抜け毛が増えたことの方が気になるわ。さて、本題に戻りましょう。二人が私にとって必要不可欠な理由、その一部はここにある。これは普通じゃない橋？ええ、厳密に言うと世界の泡を虚数の抹消に再接続する。その計画にとって二人の存在は最初から必要ってわけじゃないの。最初の鍵は私の人工知能プロメテウス17号。今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃないけど、彼女なら全ての実行方法を知ってる。あなた、自分が何て言ったのか分かってます？今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃないけど、彼女なら全ての実行方法を知ってる。この世界の泡が完全停止する前に、私はあらゆる計画関連の知識を彼女の記憶体に保存しておいたの。ずっと続けてた癖みたいなものかしら。私がアイデアを出し、彼女が手配する。私たちはそうやって作業効率を上げてきたの。
でもそれだけなら。今からその説明をしようと思ってたのよ。実際に近づくと少し危険かもしれないから。ごめんなさい、あまり得意じゃないの。私に任せて。不思議でしょ。世界の泡と固有世界の間が浸潤してるから、あそこの空間自体が存在しなくなっているの。肉眼で橋の向こう側のエリアを確認できるけど、あそこは事実上はもう一つの世界よ。そして残念ながらプロメテウスは今あちら側に閉じ込められてる。つまりあんたが本当に必要としてるのは空の律者の力なんだね。でも今の状況を考えれば、その力を十分に活用するためにはしきちゃんのサポートも必要よ。ああ、なるほど。じっと見つめて何？心配する必要はないわ。影として私はもともと成婚計画の一部始終を覚えているから。こういう世界の執行者が明らかになった今、彼が選びそうな行動プランを推測するのもさほど難しくないわ。それに彼は一番無理をするあのケビンだもの。じゃあ博士はヨルムンガンドが今までしてきたことも推測できるの？例えば地球の今の状況とかは？それは難しいわね。固有世界には世界の泡の視点からは知り得ない人やことがたくさんある。今のところ成婚計画はまだ可逆的なはずだとしか言えないわ。けど、あなたたちの封印のほころびは結構わかりやすいものなのよ。わざと残したように見えるくらい。ほころび？そうよ。律者はみんな同じように力が使えなくなってるけど、しきちゃんは比較的多くの力を持ってる。その多さがあなたたちを私のところに来させたの。だからその一部をもとに推測すれば、一つの可能性を教えられるわ。精神の枷よ。それって私たちの力は精神的な面で封印されてるってこと？はい。意識の律者の精神面を封印する？冗談じゃない。信じられません。だってありえないでしょ。確かに不可能なように見えるけど、別に前例がないわけじゃないのよ。例えばスーがもう一人の式の律者にしたことと比べて、ケビンの手段はあなたの力を殺したわけじゃない。彼があなたに狙いを定めた場合、
人に暗示をかけるどころか自由に行動することすら難しいと思うわよ。それで現状はそんなに悪くないって伝えようとしてます？スーやアポニアがここにいるなら私たちの難題は解決できるでしょうね。でも精神感じ型の戦士がいない今。ああ難しいわね。一体どこに行けば都政の羽が見つかるのかしら。ちょ、わかりやすすぎない？彼女でもさすがに。話はまだ終わってないかもしれないよ。ほら、うるさい。カセだって言うなら今から打破してみせる。ないなら続けて。ここまで本気になるなんて。待って、まさか。しきちゃん、もう一撃ちょうだい。もっと力を込めて。は？あなた変態なの？決戦の時は来た。やっぱり精神が弱くなるとこの枷も。
メイ博士はわざとそう言ったのかな。ギア、喧嘩中に何してるの。今はあんたの方がずっと強い。私の負けだよ。ここから出よう。まだ大事な用事が残ってるから。ふん、分かったならそれでいい。待って、今が大事な用事でしょ。誰があなたと勝負すると言った。まあ、もしあの牧年人と一緒にかかってきたってボコボコにしてあげるけど。分かった、そこから動かないで。そのカセを解くことができるかちゃんと試すから。多分その必要はないと思うよ。まずはここから出よう。さっきのメイ博士の態度は適当すぎるって思ってたけど、彼女の本当の意図は私たちが考えてたものと違うみたい。ちょっと、出ると言ったら出してもらえるとでも思ってる？私の立場はどうでもいいの？ううん、私、自力でここから出られるみたいだよ。は？何を？あれ？メイ博士、もうここから離れたの？彼女のことはいいでしょう。ちゃんと説明して、今のどういう意味？簡単だよ。メイ博士は負けず嫌いなあんたを刺激したかったわけじゃない。私の枷を解いてもらおうとしたんだ。彼女の目的はあんたが私をボコボコにする、それだけだよ。あなた頭がおかしいんじゃ。いや違う、二人とも頭がおかしいとしか考えられない。私もまだ信じられないけど、ここは事実で説明してあげる。理屈はよくわからない。でも神なるもの、変化の極みなり。やったって本当にどういうこと？元凶で戦ってた時、私の精神があんたに削られたことによって、リツ社の力の枷も弱くなったんだ。
それに理由はわからないけど、退去剣気自身の力もあまり枷の影響を受けてはいなかったし、だからあの時あんたにもう一撃ちょうだいって言ったんだよ。そう、剣気を使って枷を回避するコツを見つけるためにね。そんなに簡単ならとっくにやってあげてるし、あなたが手を煩わさなくてもよかったんじゃない？それはうまく説明できないや。私にとって偶然できたみたいな感じだから。でも確かにあんたのおかげだよ、しきちゃん。精神空間で他人を弱くする能力はあんたしか持ってないからね。だからそんな風に呼ばないでって言ってるの。どちらが年上かもわからないし、おかしいでしょ。たまたま運に恵まれただけだよ。あなたをボコボコにするのが私の唯一の目的だったんだから。はいはい、まぐれかどうかはおそらくメイ博士だけが知ってると思うよ。今はメイ先輩たちと合流しよう。多分博士もそこにいると思う。どうやらおめでとうと言った方がいいみたい。仲間と合流しに行くのね。ちょっと一体どういうこと？最初からこうなるって分かってたんですか？なんて言えばいいのかしら。やってみてもいいんじゃないという気持ちだったのよ。精神面のコントロールに関する造形はそんなに深くないの。戒律を研究した経験があるだけだから。でもあなたたちにある信用に関しては、抗議的に言えば私の発明だった。見極めるのもそう難しくないわ。悪いけど今は退去剣気という名前です。名前は重要じゃないわ。あなたたちの剣気は戒律と同じソースを持ってる。結局のところ一種の精神の枷よ。メカニズム的にもう一つの精神の枷を解除することはできないけれど、互いに牽制するくらいなら余裕でしょうね。もちろんわざと刺激するような言葉を選んだのは一種の実験よ。最初が肝心ならいっそのこと戦闘中に精神を枷と共に消耗させればいい。体力面では少しデメリットがあるとはいえ、今見ると誰もが喜ぶ大当たりだった。そうよね。じゃあどうして？どうして同じ方法で自身の制限を解除できなかったのか、そう聞きたいのよね。キアナが手加減したという可能性があるかもしれないわね。はい。
冗談よ。証拠が十分じゃないもの。ただ予想だけならできるわ。おそらく律者コアがあなたの手元にないからかもしれないわね。でも博士はどうして直接教えてくれなかったの？無駄に怒ることになるから、四季の律者がかわいそうだよ。ちょっと何を言ってるの？別にかわいそうとかじゃないし、わけがわからない。もしかしたら自分のメンツの問題かもしれないわよ。いい結果が得られなくても責任を追及されることはない。そうでしょ？さて、冗談はここまでにしましょう。これから仲間たちと合流するのよね。でも今この先にある道に入ろうとするのはいささか気が早いわね。なぜなら誰かが私たちに隠れて特殊な方法で会話をしてるからよ。手分けして行動するための言い訳だと思ってたけど、まさか本当に話があるとはね。じゃあ律者の力を使えない今でも30万人の声が聞こえたりするの？いえ、ですがコアが反応しなくなってから彼らを感知する力はより鮮明になっていました。そしてその過程の中で伝承というものは消失を通して存在を証明するものだとブローニャはようやく理解しました。確かに彼らの声は消えましたが、その意思はより明確なものになりました。何かを決めるとき、その考えは自分のものなのか、それとも彼らのものなのか。時々ブローニャ自身にもよくわからなくなります。今日四季の律者に無意識のうちに考えを誘導されたときみたいに。でもこの話だけなら別に四季の律者がいた時でも話せると思うけど。確かに、何と言えばいいのでしょう。この場合ブローニャやメイ姉さんというより、ここに立っているのはまず二人の伝承者だと思います。確かに、厳密に言えばまだみんなに英傑と古の楽園の話をしたことはないけれど、やっぱりブローニャちゃんはブローニャちゃんなのよね。キアナもバカじゃありませんよ。ただ彼女はきっと慌てて自分の話を語ることなんてしたくないのでしょう。二人ともそういう人ですから。それでブローニャちゃんにとって、確かにヨルムンガンド側にいたメイ姉さんの経験はよく知りません。リタが入手した情報を加えたとしても同じように得ることはないでしょう。ですがブローニャたちに共通事項があるせいでしょうか、再会してからなんとなく感じたんです。何らかの伝承を手にしたことによってメイ姉さんは以前と違って
他人の犠牲を理解できるようになったみたいです。以前と違って理解できるなんてね、ブローニャちゃん。私、その件に対して、私はブローニャちゃんが私を信じてるようには自分を信じてないの。でも彼らから、英傑たちからあることを学んだわ。変えられない時が来るまで自分がどういう人間なのかはわからないものだって。ところで、今のブローニャちゃんの口ぶりだと過去に対する非難が含まれていないように感じるんだけど。もちろんです。千葉学園の廃墟にいた時も、メイ姉さんは何一つ間違ったことをしていません。それに、伝承というのはとても複雑なものだとブローニャは知っていますから。メイ姉さんもブローニャもキアナもリタもデュランダルさんも、そして委員長や学園長も、実際は違う道を歩いて同じ場所に帰っただけですから。例えば犠牲に対して、メイ姉さんとキアナはそれぞれ真逆の道を選びました。ですが、その二つの道が真逆だったからこそ、メイ姉さんとキアナのように真逆な二人は本当の意味で心を通わせ、互いのことを理解できたのだと思います。ブローニャちゃん、メイ姉さんだって気づいているでしょう。この半年間でキアナはまた成長しました。友人として二人の意志が再び肩を並べるようになったことを、ブローニャは心から嬉しく思います。ブローニャから見て、今のメイ姉さんとキアナは本当の意味で仲直りできるまであと一歩というところだと思いますが。なるほど。確かに、これは他人に聞かせたくない話題ね。ありがとう、ブローニャちゃん。どういたしまして。でも、それなら。メイ姉さん、同じように成長したと自負しているブローニャと、少し手合わせしてみませんか。いいわね。けど、手加減なんてしないわよ。メイ先輩、ブローニャ、二人とも一体何をしてたの？なんでもないわ。少しおしゃべりしただけ。そうよね、ブローニャちゃん。はい、嬉しくなったのでついメイ姉様と手合わせしてしまいました。キアナの方はどうでしたか？え？うん、メイ博士のアドバイスは確かに効果があったよ。今は空の律者の力を一部使えるようになってる。先に言っておくけど、私のサポートのおかげだよ。うん、四季の律者がサポートしてくれたおかげで向こうの世界へとつながっている通路を修復できたんだ。なんだか物足りない。こう話すべきだよ。偉大なる四季の律者様がサポートしてくれたおかげ。分かったわ。それ以上言わなくても大丈夫よ。状況はもう把握したから。じゃあもう出発してもいいのよね？うん、二人がおしゃべりしてた時に
メイ博士がプロメテウスに合流のメッセージを送ってたから。でも向こうのエリアは想像よりもずっと広いから、手分けして探した方が効率的だと思うんだ。4人ちょっと、そんな些細なことに私も入れないで。じゃあ私たちの思考をつないでもらってもいい？一応未知のエリアだし。それにあんたにしかできないことだから。私をこき使うつもり？通信機器を使えばいいでしょ。でもここは月だよ。月にいたって力の安売りはしないよ。もう大丈夫よ、キアナちゃん。三人でも十分だと思うわ。善は急げ、すぐに出発しましょう。ここからは手分けして行動しよう。ええ、気をつけていきましょう。もちろんです。人が作った兵器のはず。差別に他人の接近を阻止してるのかな。キアナのターン。厄介なことになりました。これらの工業製品はあなたたちの接近を阻止することを唯一の目的としていましたが、それはむしろあなた自身を守るためでした。ここの抑制装置が設置されてから人為的にオフするのはこれが初めてです。見知らぬ律者、起源の後継者、あなたは将来重大な事故の責任を取ることになるかもしれません。彼女の体、プロメテウス17号という呼び方の方がより正確です。
ここから離れてください。抑制装置を再起動します。ただの残骸でも、私のような幻影になったとしても、それからにじみ出る崩壊エネルギーは決して無視できません。あなた、それ以上危険な真似をするつもりなら先にその腕を失うことになるわよ。メイ先輩？なんと言えばいいのでしょう。結局、四季の律者はブローニャたちの思考をつないでくれました。キアナが気づいていないだけです。え？そうだったんだ。でも彼女は私に危害を加えようとしてないよ。それに彼女こそが私たちの探してる人だから。かなり理解しやすい理屈だと思いますが、一応お伝えしておきます。腕を変えることくらい簡単です。しかし、私がすぐに抑制装置を起動した場合、メイ博士のスケジュールに3回分の葬式が増えることになるかもしれません。待って、私たちはそのメイ博士の依頼でここに来たんだよ。はい、メッセージは受け取っています。ですが、衝突が発生しうる場面ですから、生死を決められるように優勢を確保しなければなりません。少なくとも共倒れを可能にしなければ。あなた。ですが、私は悪魔ではありません。状況は明らかになっています。このまま私と対峙するか、それとも場所を変えて友好的な話し合いをしますか。なるほど、メイ博士はすでにあなたたちに彼女の考えを説明してたのですね。つまり、いわゆる世界の泡を虚数の抹消に再接続することについて聞きたいと。メイ博士はできるはずだって確信してた。でも具体的な技術の詳細は把握してないんだって。ほとんどの知識は私が記録しているからですか。そうだよ。はあ、また似たような言い訳ですか。言い訳？彼女は時間をかけて説明したくないことがあると似たような言い訳をして私の方に押し付けるんです。数えてみましたが、これで4021回目です。つまり結論を言えば、そういった協力関係は本当に存在しているんですね。皆さんの気持ちを考慮せず答えるなら、はい。本題に戻りましょう。簡単に言うと、そうですね、こういう風に説明しましょう。私たちは漁師の海の開拓を行った時に想定外の何かを見つけました。それと虚数空間の間にある潜在的なつながりによって繰り込みが可能になります。何かって？巨樹の残骸の一種です。巨樹の残骸のことは分かりますか？巨樹の残骸、ニヒリズムとかのことかしら。以前倒したことがある敵なんだけど。いいですね。神秘主義とニヒリズムは似たようなものですが、少し強いですから。実存主義と比べれば簡単に倒せます。
それは哲学の話ではなく、巨樹の残骸、ニヒリズムのような名前の話ですか？はい。あなたは私の表現をよく理解できていますね。ですが、一つわからないことがあります。巨樹の残骸は、どうして漁師の海に現れたんですか？常識では考えられません。その点に関しては、実は私もよくわかりません。なんといっても、それはもともと消える寸前の状態でしたから。あの断橋みたいに？はい。干渉しなければ、そういう運命になるでしょう。ですが、あなたがここに来た以上、成り行きに任せる必要はありません。それを御する具体的なプランは、まだ演算中ですが。御する？さすがに上に乗るっていう意味じゃないよね。はあ、やはり説明が必要でしたか。面倒。いえ、もっと簡単に説明します。巨樹の残骸は一種の死体ですが、抹消とは微弱なつながりを保っています。つまり、ハッキングが可能だということです。だから、それを壊すと同時に、そういうつながりをキープできれば、使い物になるという意味ですね。はい。この世界の泡の些細な大量なら、巨樹の残骸の帯域幅を使い、抹消に再接続することができ、同時にあなたたちも固有世界に戻れます。簡単そうに聞こえるね。つまりその巨樹の残骸をボコボコにすればいいってことでしょ？しかし一連の作業自体は言うほど簡単ではありませんよね。当然です。今のあなたたちの力ではたとえ神秘主義を倒せたとしても、そういったつながりはコントロールできません。やってみないとわからないんじゃない？焦らないでください。十分に準備をすれば解決できない問題はありません。適度な悲観はむしろ一種の先見の明になる。これはメイ博士が私に入力した一つ目の常識で非常に有効です。その常識から考えれば、あなたたちがこれからすべきことは、私が指揮を取った方がより穏当だと思います。意義はありますか？メイ先輩とブローニャはどう思う？私たちは問題を解決するためにここにやってきた。それなら、合に従ってもいいんじゃないかしら。よろしい。では、空の律者の力を持つ者、巨樹の残骸を復活させる方法を、後ほどじっくり教えてあげましょう。あの断橋を修復した時と同じように、それの完全な姿を私たちのいる空間に再現するのです。さらにもう一つ、繰り込みの技術を覚えて、例のつながりを保存し、それを利用して目的を果たす必要があります。どうかしたの？こうして一気に話しても少しくどいですよね。さっさと行動してしまいましょう。え？大丈夫なの？大丈夫です。キアナは中央のホールで待機。ついでに目標を把握すること。メイとブローニャは雑用係として必要なビーコンを確認してください。
その後私はメイ博士を連れて合流します。何か問題があった場合、例の四季の律者チャンネルを使ってください。メイ博士が私も追加してくれるはずですから。以上です、解散。あ、待って、彼女どうしちゃったんだろう。わかりません、急に疲れたのかもしれませんね。ロボットも疲れるのかしら。重曹ウサギは疲れます。ですが今は彼女が残したメモを確認しましょう。ふむ、文字での説明は結構。彼女は単に口頭での交流に飽きたんだろうね。テスラ博士にもそういう時期があったみたい。テスラ博士もですか。そうですね、想像できます。でもプロメテウスはもう勝手にどこか行ってしまったし、ここで彼女の性格を分析しても意味はなさそうね。そうだね、まずは彼女に言われた通りに動こう。他に選択肢もないしね。ええ、キアナの言う通りです。どうやらあいつが例の巨樹の残骸みたいだね。キアナさん、キアナさん、聞こえますか、キアナさん。どうやら彼女たちはあなたを見つけたようね、17号。あなたがフォローする必要なんてないくらいに事態はスムーズに進んでるの？そういうわけではありません。しかし総合的に見て一度ここに戻る必要がありました。知識で説明できないものが少しありましたので。人類のいわゆるむしゃくしゃした感情だとでも思っておいてください。あら、終焉装置の残骸に何か異常でもあったの？外に浸透する崩壊エネルギーを抑制するための抑制装置は一時的にオフになっています。ですがその点に関して特に問題はありません。私が理解できないのは、博士、どうしてあの子たちを騙したんですか？それが優しい嘘だというのはわかります。ですが博士が世界を裏切るために何も知らない彼女たちを利用するなんて、あまり誇らしいことではないと思います。その非難は少し大げさじゃないかしら。あなたも知ってるでしょ、この世界の泡が起動してから破滅は逆らえないプロセスになってる。裏切りというより
順応と言った方がもっと正確でしょ。分かっています。人はいずれ死にますから。ですがメイ博士、40日後の消滅と恋に今日死を求めることはやはり違うと思います。僕がここにいることを知っていたのか、フア。ツーが何気なく教えてくれました。あれは2000年以上前のことですが、私たちがそれぞれ先行者として使命を果たしていた頃、あなたはある会議を欠席しました。ツー曰く、毎年この日になるとあなたは他に大事な用事があっても、体に負担がかかっても、第二の神の鍵を使って一人でここに来る。そして終焉の律者の痕跡を眺め一日を過ごすと、これは約束だ、僕は守らなければならない。だが君がここに来る必要はない。余計君も見たはずだ、聖魂計画を遂行している間、ヨルムンガンドは君のために休憩場所を用意した。確かにあれは現実よりも美しい退去山でした。ですが私が忍者としての生活を求めているわけではないこともあなたは知っているはずです。それは過去による習慣に過ぎません。とにかくできる限り君と戦いたくない。私があなたを止めると思っているんですか。そう、かつてスーがしたように。知恵の楽園はもう存在しない。どうやら私はかつての私たちにとって大事なものを忘れてしまっているようです。構わない、今の君にとってそれはもう重要なものではなくなった。この場所こそが宇宙で最もありふれた景色だ。まるで墓のように何もない。
ところで、こう考えると少し薄情すぎる気がしますが。ですが、ケビン、あなたにとってこの世代の人々は、私たちと同じ種ではあっても、あなたの同類ではないのでしょう。彼らを同類として考えることはそう難しくはない。本当に難しいのは放っておくことだ。それは分かっています。だからこそ私はここに来たのです。彼女たちのために。いいえ、まずは少なくとも私から見て、この瞬間あなたには自分の言葉を理解できる同類が必要だと思ったのです。たとえ何も言わなくても、対立することになっても。ふわ。ええ。それ以上は必要ない。ケビン。まだあの時と同じように自分を憎んでいるのですか？わからない。私を見ると個人を思い出してしまうのなら、あなたの最後の夢の話をしましょう。あなたは成し遂げました。終結を阻止した結果、もう一つの終結がやってきたとしても、少なくともあなたから見れば人類は崩壊に打ち勝ったと言えるでしょう。いや、その件は、まあいい。ごめんなさい、こんな時なのに。あなたとの会話にもっとふさわしい人を選べたらよかったんですが。君が悪いわけではない。だから謝らなくてもいい。じゃあ今後はどうするつもりですか？
過去がそうであったなら未来もそうなるだろう。一人のヒーローとしてですか？それは一度も実現しなかった呼び方だ。そして実現する可能性は今後もない。ならば一人の罪人として。わかりました。だから今のあなたはこんなにも脆く寂しく、そして ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。そうでしょ？景色をブローニャお姉ちゃんに。